はい。皆さん、こんばんは。こんにちは。元公立高校理科教諭 SPP のチョボ先生です。チョボ先生の教室、2022年10月24日、月曜日のホームルームの時間になりました。皆様、いかがお過ごしでしょうかということで、えー、以前ですね、まあ、地球上で唯一の不老不死の生き物ということで、まあ、ヒドラを、えー、取り上げてお話したんですけども、これね、 地球上でで唯一じゃなかったですね、えー、もう一種類おりましたということでね。えー、まあ不老不死というか、まあ、不老不死、まあ、死なないという、なんかそういう事実,事実っていうかそこまでは終えてないんだけど、まあ、老化しないということで、まあ死亡、年取っても死亡率一定ということで、まあ不老不死なんじゃないかというね。 えー、いうところですけども、まあ、老化しないので、まあ、不老不死と言っても過言ではないですね、えー、っていう生き物、まあ、動物しかもですね今回ね哺乳類でございます哺乳類でね老化しない生き物ってねこうすごいですよねというね、えー、哺乳類の動物を取り上げたいと思いますでその動物何なのかというとですね裸デバネズミでございますねちょっと名前的にね えー、あの、まあ、裸で出っ歯のネズミなんですね。まあ、裸というのはね、まあ、裸、いやいや動物って服着てないって話なんですけど、まあ、裸ということはどういうことかというとですね、無毛なんですね。毛が生えてない。しかも、出っ歯、出歯え、歯が出てるので出っ歯で、 で、ネズミに属するので、裸デバネズミって言うんですよね。まあ今ね、あのー、あだ名つけたらあかんっていうことでね、学校教育の現場ではですね、まあ、あだ名をやめようみたいなね、感じで言われてますけどもね、裸で出っ歯でもうそのまんまのね、その体のそのままの特徴が名前になってるってことで、もういじめに発展するんじゃないかっていうね、名前でございますけどもね、裸デバネズミ。これどこにいるかというとですね、アフリカのソマリア半島に住む 裸でで出っ歯の、えー、ネズミなんですけども、まあ、体長1 0センチほどの、まあ、小さなネズミでですね、まあ、7080から80匹単位の群れを成して土の中に、まあ、住んでるんですね。まあ、よくねあの社会性昆虫ということで鉢、えーまあ、とかアリが挙げられるんですけどもその社会性を持っているということで、えーまあ、産む人は産,産む個体は個体とかあと、まあ、兵隊 の、あの、働きありみたいな感じで、まあ、兵隊というか、まあ、その巣を守るネズミっていう感じで、その、その、あの分業性なんですよね。まあ、カーソ制というかね、まあ、そういった階級が分けられている、うん、まあ、動物ということで、よく、まあ、生物の例とかでも挙げられるんですけども、この裸デバネズミね、アフリカに住む土の中に住んでいる、このね、社会性を持ったこのネズミがですね、まあ、老化しないということなんですね。 でそのなぜ老化しないのかっていうことがわかったというわかったかというとですね、えー、バイオ技術企業のキャリコというですねまあ、研究をねしているのその研究グループがですね、えー、まあ、老化の兆候はほぼ皆無というですねまあ、研究結果が出されたわけなんですねうん。でまあネズミってね まあ結構短命なんですよ。まあ、非常にね、あの、心拍数も速いですし、また、あ、心臓の動きって、だいたいその、動物によってその心拍数決まってますから、何回動くかっていうの、その拍動ね、ドクドクする動きっていうのは、だいたい動物によって決まってるんですね。で、だいたいネズミす、すごい早くね、 えー、あの振動、拍動しますから動きも速いですからね、動きの速くて振動が速いやつって動きの、心臓の動きの速いやつって結構寿命が短いんですね、だいたい1年から4年ぐらい、まあ、ネズミ講っていう感じでですね、非常に、まあ、繁殖能力が高いんですけども、まあ、1匹あたりの寿命っていうのは非常に短いんですよね、ハムスターとかもあんまり生きないもんね、なのでまあ1年から4年ぐらいって言われているんですけども、まあ、この裸デバネズミはですね、30 くらいは余裕で生きてるということと、このキャリコ、さっきのね、バイオ技術機教のキャリコの研究グループの裸デバネズミは、30年経っても生きてるし、しかも死ぬ傾向がないし、死亡率一定だし、全然老化してないというですね、驚愕のね、事実なんですね。うん まあ10歳になっても20歳になっても健康な血管機能を維持することができるということはもう老化してないしもう30年近く生きてるということでもうネズミの中のもうキングオブネズミですよね寿命から言うともう全然死なんやんみたいな全然衰えやんやんみたいなもうそういうことでねもうほぼこれは不老不死なんじゃないかということでもう死ぬ傾向がないということでねまだ今ま,まだにその 裸デバネズミを研究しているんだけども全然死ぬ傾向がないということなんですね。じゃあなんじゃあなぜこのねバイオ企業が裸デバネズミのことを研究しているかっていうとですね、すごいねその寿命が長くて死なないっていうこと以外にもいろんなね素晴らしい機能が備わっていると、まあ、能力値すげー高いやんっていうことがねもう分かっているんですね。でまあ、いくつか挙げますとですね。まあ、土の中に生きてますよね。まあ、土の中ってね酸素薄いじゃないですか。ね。 でそこからまあその生活史から言えることなんですけど低酸素とか無酸素に対する耐性も非常に高いで20分で無酸素でも生きられるみたいなね、まあ、クマムシとかいう、ねまあ、不老不死というかすげえ強いやつがいるんですけど、まあ、非常にもうその真空状態でも生きるし非常に灼熱の環境でも生きるし 対酸性とかね対アルカリ性とかそういうので生きるみたいな生き物がいるんですけど、まあ、それと同じぐらい匹敵するぐらいね20分無酸素でもね過ごしても大きな体の中のダメージもないということとあとですね非常に癌に対する耐性が強いっていうことと野生の裸デバネズミで癌になっているものはですね1匹も見たことがないと。 バイオ企業の,このキャリコンに言うとね。ということで、が、え、ん、ー、の発症した個体がないことがんに対する発生の耐、ね、性、えー、が非常に強いと。まあ、以前ねあの えー、像は癌にならないってことで、癌を抑制する遺伝子が非常に、えー、バックアップの遺伝子がたくさんあるってことをご紹介したんですけど、まあ、それと同じような感じで、癌に対する抑制遺伝子がめちゃくちゃいっぱいあるんじゃないかということで、まあ、それをうまく利用して、その裸デバネズミの癌を抑制する遺伝子を まあ今では、ね、その遺伝操作っていうのはまあ禁じられておりますけど、そういった遺伝子を組み込んだ人間を作れば、がんにならない人間が作れるんじゃないかみたいなね、まあ、倫理観があるので、なかなかそういうことはできないんですけども、それをまあ薬とかに応用することもまあ考えられてるんじゃないか裸デバネズミ出身のがん抑制遺伝子を含んだ薬とかもですね。 今後できてくるんじゃないかというふうに言われてるんですね。で、なぜ死なないかというと、その癌にもならないっていうこともそうだし、血管も全然衰えてないから、まあそういった裸でマネズミのこういう体の機能を用いた薬とかですね、その医療 機関とかですねそういったものを組み込んだ生き物というものが誕生するとですねそれが人間やがては人間に転用して、まあ、不老不死になる人間がより不老不死に近づく人間が誕生するんじゃないかというふうに言われてるんですね裸で出っ歯なのにめちゃめちゃ強いってことでねなんか無謀でねなんかもう弱そうに見えるけど、まあ、実はめちゃくちゃ体丈夫で強いと。 ということなんですね、まあ、不老不死ということで地、ねまあ、球上唯一無二というふうにまあヒドラをを、ね、ご紹介したんですけどもなんてことない哺乳類に死なない生き物がいたという、ね、驚愕の事実をですね今日はご紹介しました。 まあねでも基本的に、ね、動物ってね生殖期間過ぎてれば生殖能力が終われば死んでいくっていうのが、ねまあ、自然の摂理じゃないですけども、まあ、動物っていうのはそういうもんなんですけども、まあ、生殖期間がないのにずっと生きながらえるのって、まあ、どうなのかなっていうね、まあ、人口増加とか言われてますから知らな,なくなるとまた人間が増えるからまたそれは地球にとってあんまり良くないなみたいなね。 まあ,ある意味、それが一番のサステナブル、持続可能なのかもしれませんけども、まあ、死ぬからこそ人生楽しめるっていうこともあるんですけどもね、まあ、死ないとなると逆にどうなのかなっていうこともありますけども、まあ、このカダカデバネズミのこの不老不死というものは非常に魅力的なものなのかなという感じですかね。ということで今日はこの辺にしたいと思います。それでは皆さんさようなら、バイバイ。